こんにちは。どうも。奇遇ですね、こんなところで。いや、びっくりしました。ここはどこでしたっけ？ここは東京池袋日本武道具という武道具店さんです。日本武道具さんですね。そうなんです。もしかしてここにお宝が？そうなんです。空手マニアはもう喜ぶ。どうぞ。ワールドで見せてくれる？どうぞ。お願いします。はい。ここね、日本武道具さん、池袋。うわすごい。どうぞ。刀がある。そして武道具があって、トンファーがあって、リブリアで、あと甲冑。すげえ。そして本があって、そしてこれは、ギチン先生がいっぱいいる。そうです。生誕150年。うわぁ。あやさん、これは何ですか、ここは。これはですね、はい、空手古書のお宝の、空手古書展覧会2018。空手古書ってのは何？空手の資料です。空手の本です。これ綾良さんが何か関わってるんですか？もちろんこれは私の全部、私の子供たちです。改めまして、あなたお名前は？空手古書道連盟の相原と申します。相原が空手古書道連盟、空手マニアなんですね。そうなんです。ここにある本は何冊ぐらいあるんですか？ここはですね、うちにある560箱冊じゃないです、560箱から選ばれた108点です。ちなみにその560箱って言いましたけど、だいたい1箱に何冊入ってるんですか？1箱はですね、どれぐらいですかね、重さで言ったら10キロから30キロです。じゃあもう何千何万冊から選ばれた、そうですね、108です。はい。この一番上の段が？この一番上の段が割と珍しい、全部珍しいんですけど、空手の非常に精杯の研究の、はい、マブニケンワ先生の、はい、うわ、右から書いてありますからね、はい、すごいですね。昭和9年。この紙のこの色濃い、空手道鈴木達夫先生、はい、和道流ですね。和道流ですね、なんかね、はい、そしてこの2段目が？2段目が船越義珍先生なのに、ここに空手小僧の漫画もありますね。冒険、はい、何これ？これは昭和30年です。そしてこれなんか琉球の空手物語、はい、そして、ね、琉球の武勇伝、めちゃ読みたいこれ、はい、これ綾さん売り物じゃないんですよね。オークションやりますか？こういう本はどうやって入手するんですか？ひたすらもう足で駆けずり回り、日本中を求めて、そうです、世界中を、宇宙中を回ってるわけです。すごいですねこれ皆さん。そして次の段が？この段が金城博先生、金城先生、ね、首里手の空手研究家、有名なね、空手研究で有名な先生ですね。はあ、い、この棒は何ですか？これは金城先生お手製の巻きわらです。長年使っていたという。巻きわら。はい。そしてなんか直筆の何かがありますよ。はい。直筆の原稿です。金城先生は、パソコンはプロ一切使わなかった。すべて手書きの。はい、そうなんですね。こういった原稿をですね、ごっそり私が譲り受けまして、はい、そしてこの下の段は、下の段が秘伝で連載していた、月刊秘伝のね、はい、サイン堂の、サイン12人分のものですね。これ横山和真先生。そうですね、横山先生、黒崎先生、大沢昇先生、大山館長とマニアックな、ここを覗き込むと牧久夫先生、大西康人先生、沢村忠自分が苦しい時は相手も苦しいんだよ。そうなんです。すごいですね、はい、そしてここがしゃがんでいくと、ここは沖縄コーナーになりまして、沖縄空手、沖縄空手会館と、あとこれがですね、去年発掘された、これ写しちゃいけないやつじゃない、もしかして。そうです、これめちゃ貴重な写しちゃいけないやつじゃない。これ目が潰れます、はい、これがですね、はい、空手の歴史が覆る、はい、キャン・チョウトク先生が技術書を残していたというコピーです。キャン・チョウトク先生の技術書のコピー。そうです。しかもご本人が素顔で眼鏡を外されて写真、技術書が写ってんの。そうです。これキャン先生です。昭和7年です。これはでもコピーでしか見れないわけですね。コピーしか現存しなかったという。そうなんだ。空手会館落成式の前日に入手したという。これ相原さんが入手したの？そうです。すっごい、どっから？これは沖縄のですね、某研究家の方から、すごいものありますよと。相原さんには見せないと。すごいですね。後々聞いたら沖縄もお二人お持ちの先生はいらっしゃいました。持っていても発表しない。山頂徳先生というのは首里手の。首里手の、そうです。少林寺流。なんて言われた人でしたっけ？松村総根。チャンミングは、チャンミングは、はい、今野敏先生が小説書かれてますね。はい、今野先生のサインもあります。
武士町、ね、武士町のこの先生松田幸三、はい、すげえ。そして一番下が、一番下がプログラム類ですね、なんですかこれ、日本空手協会月報、はい、いつのこれ、これは昭和31年でしたね、古いものです。すごい、いろんな大会の、はい、月刊空手道創刊号に、これは昭和56年の空手の本を全てこのデータベース化した、まとめた自費出版のものですね。空手人、はい、あ、中先生の、あ、これ写し、あ、ね、すごいですね、武道空手の本質とは。これ中先生の道場の道場生しか入手できない、できないものではない、なぜかある空手道場生なんですね。あ、隠れた、おっす中先生ありがとう。すごい、空手青春風読みてー、はい、空手の小説です。読みて少年空手教室、はい、あ、これをここで、これ売り物じゃないんですよね。売り物じゃないです。売るとしたら大変な価値ですもんね。そうですね、最終日にオークションやりますか。本当ですか、で、これを空手古書展覧会2018、はい、いつまでやってますか。はい、9月17日までやってます。9月17日まで、はい、こういう機会ないです。皆さんぜひ見に来てください。アイラさんもいるんですか。いつもいる時といない時もあります。お呼びいただければ。会いたい人は予約制ですね。指名制ということで。はい、そうですね。あの記念写真とサインにも応じます。はい、すごいなあ。もう写真、わかった。サインをもらう側からサインをする側に。ああ。相原慎也。はい。一生懸命勉強します。なんて呼ばれてるのか。空手界のもう空気のようなね。あのみんな、あのなくてはならない存在という。はい。はい。頑張ります。じゃあ皆さんぜひお越しください。はい、池袋の日本武道具で開催中です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみですね。